東部小学校は坂出駅の東側に位置し、近くには商店街や市役所、総合病院などの施設がある市の中心部にある小学校です。古くは塩田の町として栄え、毎年3年生は塩業資料館に校外学習に出かけるなど、地域に根ざした学習にも取り組んでいます。全校生は390名で、とても元気で医学年の仲が良い学校です。東部小学校の特色としては、学校に7人の妖怪が住んでいることです。中でも私たちが毎日元気ではつらつと学校生活が送れるよう、規則正しい生活習慣が身につけられるか見守ってくれている妖怪リズミンがいます。取り組みとして、毎月第1週目を東部小生き生き週間と名付け、生活習慣調べをしたり、残歳ゼロ調べをしています。早寝の目安として、1、2年生は9時までに、3、4年生は9時30分までに、5、6年生は10時までに寝ること。そして早起き習慣としては、6時30分までに起きてしっかり朝ごはんを食べることを目標にしています。生活目標が達成できたクラスには、代表委員会で妖怪リズミやモリモリのシールが渡されます。元気いっぱいのクラスには妖怪シールがたくさん渡されます。また夏休み明けは生活習慣リズムが崩れがちなため、生活習慣調べを2週間続けました。お家の人に励ましの言葉をいただきながら、自分の生活習慣を見直しました。9月の児童集会では、保健委員会が生活習慣を整えることの大切さを発表したり、生活習慣リズム感の体操を全校生で踊ったりもしました。今日はミミカさんやカナ先生と生活習慣について全校生で学ぶことができ、とても楽しい時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。